とできるひとときを。ひろみボイス。はい、それでは授業始めますよ。はい、気をつけ。レイ。はい、ではまず出血から取りますね。新井さん、はい、井上さん、はい、上杉さん、はい、枝本さん、はい、及川さん、及川さん、はい、はい、金井さんはお休みかな、はい、木内さん、はい、久川さん、はい、健坂さん、大丈夫、はい、小岩さん、はい、雑賀さん、はい、いい返事ですね。Cさん、はい、ですね。末川さん、はい、瀬尾さん、起きてる、はい、そやさん、大地さん、大地さん、はい、ちいさんはお休みですね、はい、塚野さん、出谷さん、トイさん、なおかおさん、あ、いたいた、はい、にいさん、こっちか、はい、ぬきのさん、あ、はい、ねがわさんは、こっち、はい、ののやまさん、はい、はかたさん、はい、ひあいさんはね、お休みと連絡がありました。はい、ふるさまさん、はい、べにやまさん、ほったさん、はい、まいざわさん、はい、まいざわさん、はい、みっとさんは、はい、向井さんはトイレ今、あ、そうだ、わかりました、来てはいる、はい、メデさん、メデさん、あ、いたいたいた、向井さんはますね、はい、八重樫さんはさっきあった八重樫さん、はい、ゆいさん、はい、湯沢さん、はい、楽光さん、口、はい、リキさん、はい、いるね、なんかね、声がした、うん、ルイセさん、ルイセさん、はい、レイタさん、レイタさん、あ、こっちか、はい、ローヤマさん、はい、若野さん、若野さん、若野さん、はい、はい、じゃあ今日は1、2、3人がお休みですね、うん、皆さんは体調大丈夫ですか？うん、うん、ちょっとね、まだまだ寒い日が続いてるので、しっかりと体調管理してください。はい、それでは今日はね、栄養学の勉強をしたいと思います。そうですね、久しぶりかな、うん、先生がここをね、担任持ってやるのは初めてになるんですけど、先生はもともと専門が栄養学でして、はい、専門をちょっとね、教えられるということで、とても楽しみにしています。この授業はですね、絶対に寝てはいけない授業ということなので、どんなに眠たくなっても聞き耳を立てて最後まで
授業を聞いてくださいね。どうしてもですね、耐えられなくなった場合は、そっと目を閉じて、うとうととしてしまっても構いませんが、もし最後まで見れなかったということがあれば、ぜひまた途中からね、アーカイブ残しておきますので、見てください。栄養学も試験に出ますので、しっかりと学んでくださいね。皆さんの心と体に影響する大切なお話です。気を使うのはこちら。開いていただきたいのは、ここ7ページね。はいはい、7ページにね、皆さん一度は聞いたことがある、栄養素が書いてあります、はい、栄養素ね、大きく分けて1,2,3,4,5と書いてあります、うん、ちょっとノートにね取ってほしいので、先生でも書きますね。ちょっとノートに書いてほしいので、先生の方でも書きますね。栄養素には5つ大きく、成分を分けることができます。1つは脂質、2つ目が炭水化物、3つ目がタンパク質。これらは三大栄養素とも呼ばれます。なのでご存知の方もいると思うんですけど、実はあと2つ必要なんです。それがミネラルとビタミンです。脂質や炭水化物やタンパク質が必要なのは知っているけれども、実はビタミンやミネラルを取らないと我々の体はうまく循環することができません。そして現代人はビタミンやミネラルが不足していると言われています。特にマグネシウムはストレスとか飲酒や禁酒などによってすぐにね出ていって足りない人が多いと言われてます。足りないとどんなことが起こるのかというと、イライラしたり鬱っぽくなったり、なんか不安定にね気持ちがなりやすくなるということも言われています。今日はそういったビタミン、そういった私たちの体にとっても大切な栄養素のお話をしていきます。はい、ではね、こちらのページ、本使っていきますね。
ズネ12ページ開いてください。三大栄養素の一つ炭水化物について解説されています。ちょっと先生読みますね。この炭水化物の特技は素早さにあると書いてありますね。この炭水化物は一度体に入るとすごいスピードでメラメラメラーと燃えていきます。そしてエネルギーになるんです。だから力が湧いてこないなという方は炭水化物をね取らないといけない。ダイエットとかでご飯だったりパンだったり麺類だったり炭水化物の代表的なものを抜いちゃうという方もいますけど、いまいち力が出ないなという方は実は抜かずに食べた方がいいというサインなんですね。そうで、この炭水化物の中でもですね、甘い部分のことを糖と言います。お米とかパンとか麺、そういったものもすなわちですね、糖が主な成分と言えます。なので糖質カットといってご飯を抜いたりとかそういった製品もたくさん、食品もたくさんありますね。はい。で、実はですね、食物繊維もですね炭水化物の仲間ということが分かっています。で、みんなの一日のご飯ね、理想的な食事をとるということになれば半分以上は、炭水化物になることになります。はい。でもね、これはね、食事で一番取ってるのに体の中にはね 1% も存在してないんですね。ちゃんと食べて消費をされてるっていうことですね。はい。で、炭水化物の働きについてね、これは元気になると言ったんですけど、こう力が出ないなだけではなくて脳が動く、そういったエネルギーにもなっています。脳が動くのも糖の力なんですね。だから集中できないと、なんか甘いものを欲しちゃうっていうのは皆さん糖を欲してるんです。だからおにぎりパクパクって食べると実は効率よく糖を摂取できるので集中力も上がるということが分かってます。はい。で、細胞の中でも活躍するというので、ここはね、皆さんちょっとあまり知らなかったかもしれない。体というのは小さな細胞の塊ですけれども、細胞のこの膜ですね、膜の部分も実は炭水化物でできているんです。なので炭水化物が太るから取らないっていうことをずっと続けてしまったり、極端に減らしたりゼロにしてしまうと細胞の膜がどんどん弱くなっていくんですよね。膜が弱くなるとどうなるかっていうのはね、ちょっと想像していただきたいんですが、とっても必要な栄養素と言われているのはエネルギーだけではなくって、こういった役割もしているからなんですね。はい。ちなみにですね、この炭水化物さんは単体で動くことはできません。みんなね、一人では生きていけないのと同じように、炭水化物もビタミン B1 さんとね、一緒にいないと働けないんですね。そう、栄養素が一つだけあったとしてもほぼ意味がない。今日はそのことを知って書いてほしいなと思うんですけど、さっき言ったビタミン類ですね、がないと炭水化物を食べてるだけでは働きはしてくれない。なので炭水化物だけ食べてもダメだし、炭水化物だけ抜いてもダメだし、バランスよく取りましょうというのはこういうことからもわかりますね。そう、ちなみにね、ビタミン B1 が足りないと足のしびれとか病気を起こしますので、皆さんビタミン、お野菜にたくさん入ってますので取りましょう。お肉とか
かにも入ってるけどね。はい。では次のページ。脂質のページです。ちょっとこちら読みますね。脂肪という形で体に蓄えられているのが、ミノウエットとかね、太ももとかね、そういったところに蓄えられているのが脂質です。みんなが脂肪と言っているところね。で、これはですね、とっても大事な任務があります。それは、炭水化物が足りなくなった時にエネルギーに変身するということです。実は、炭水化物っていうのは、先ほどもね、ちょっと書いてありましたけれども、あ、書いてないかな。1g で 4kcal のエネルギーを持ってるんですけど、脂質はその倍、ここに書いてある通り 9kcal のエネルギーにも匹敵します。なので脂質をちゃんと摂っていると体も温まりやすくなるし、エネルギーもどんどんこう湧いてくるということになります。で、脂質は何に含まれているかというと、お肉類ですねとかお魚類、特にサバとかサマとかはよく脂が乗って美味しいなって言うと思いますが、本当にその通りなんですね。あとはバターとかマーガリンとか卵にも入っています。で、ここにね、注目していただきたい15ページ、細胞の膜を作ると書いてあるところ、これはね本当に大事なところです。よくお肌に張りがあるとかね、なんかこうピンと若々しいとか、そういった方って何を取ってるかというと、お魚とかお肉とかそういったものから脂質を取っているんですね。そう、で、脂質はなんで大事かっていうと、細胞の膜を作るって書いてあります。そう、細胞の膜を作るのは炭水化物も脂質も同じなんですね。そう、なので、細胞の膜を作る物質はコレステロールとも言われてるんですけど、コレステロールを気にしすぎてあんまり脂質を取らないでいると、どん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 ね、膜が弱くなってって、ピンと張りのある肌っていうのから遠ざかってしまうとも言えますね。そう、ただ炭水化物も脂質も取りすぎると、血液がドロドロになったり太ってしまったりするので、適度な量をとってください。はい。で、コレステロールを調整するとも書いてあるところ、これはですね、脂肪の主な成分が脂肪酸なんですが、この動物性の脂質に多い飽和脂肪酸と、魚とか植物の油に含まれる不飽和脂肪酸の2種類があります。で、取りすぎるとコレステロールが増えちゃうよって言ったんですけど、厳密に言うと、その脂肪酸の種類によるよっていうこと。そう、なので、不飽和脂肪酸っていうね、ものに関していっぱい取るとコレステロールを減らすことがわかるので、できるだけ良質な脂肪酸も取ってほしいなと思います。先ほどのビタミンの吸収、ビタミンと一緒に摂るのが大事だよとお伝えしましたが、このビタミンの吸収をサポートするのが脂質なんですね。そう。なので、このビタミン類を吸収させるのを助けるのが脂質。みんなだから関係し合ってるんです。全てのことはね、全部つながってるっていうけど、栄養素もお互いを補完しながらね、やりくりしているんです。はい、皆さん大丈夫ですか？起きてますか？大丈夫？起きてますか？はい、あとちょっとなのでね、頑張ってください。
16ページ目ね、タンパク質のところ。タンパク質はね、まあ、体の組織というか髪の毛とか爪とかね、目に見える部分を構成している主な成分なので、知ってるよっていう方も多いですし、筋トレされる方とかはタンパク質は絶対に取らなきゃ筋肉は育たないと分かってる方も多いと思うんですけど、改めて読みますね。内臓や筋肉、皮膚や血、骨、歯、爪など体のあらゆる部分を作るのに欠かせないのがタンパク質です。実は体の6分の1はタンパク質でできています。その種類は10万種類以上あるんですね。そう、タンパク質って一つじゃないんです。いろんな種類があります。そうで、20種類のアミノ酸という物質とつながってできています。アミノ酸のうち9つは食べ物からしか取ることができません。これを必須アミノ酸と言います。必須アミノ酸は卵とかにね、よく入ってるって言われますけれども、他にもね、取れるものがありますが、そんな風にタンパク質もいろんな種類があるし、アミノ酸も取らなきゃいけない、それは卵とか食材からしか取れない必須アミノ酸もあるので、ちゃんと食べるっていうことをすることがいかに大切かが分かりますね。うん。で、タンパク質はお肉とかお魚とか、お魚だとね、マグロとかカツオに多いです。あとは牛乳とかチーズとかヨーグルトとか卵とか小麦とか大豆、いろんなものに含まれてます。で、タンパク質はね、ちょっと意外な働きというところで17ページ、体の調子を良くするホルモンを作ってると言われます。例えば食べ物が美味しいとかまずいとかを感じる、そういった力をね、養ってくれるのもタンパク質です。体に与える影響というところをね、読んでいきたいんですが、タンパク質は私たちの体のいろいろな場所に蓄えられてますけど、もし無理なダイエットをして栄養が足りなくなると、筋肉に蓄えられていたタンパク質がエネルギーに変わります。そうすると筋肉が減っちゃって逆に太りやすくなるということが分かっています。あとは髪の毛もね、タンパク質なので髪の毛パサパサになったり、髪の毛がパサパサになったり抜けちゃったり肌荒れしたり、本当にいいことがありません。でも取りすぎてもね、これもダメなんですね。そう、体の中にタンパク質は溜めておけないので、余った分は実は尿から出てしまうんですね。そうで、そうするとタンパク質取りすぎるとおしっこになって出るので、おしっこを作る腎臓という内臓が働きすぎて疲れちゃうんですね。そう、何でもそうですが、いっぱい取りすぎるとそれを処理するために体はとてもけなげに働きます。で、内臓を働かせすぎちゃうと、アラートが出ます。そのアラートはゆくゆく病気になったりするので、何でも偏って炭水化物だけとかタンパク質だけとか、そういうやり方をしないでバランスよく取りましょうね。続いてミネラル、今日先生がね、一番伝えたかったミネラルのところ、18ページですね、見てください。
ビタミンと同じでですね、量は少ないですけれども、体の中に数十種類いると言われています。で、その中でもですね、毎日必要なミネラルが6種類あります。これ書いとこうね。毎日たくさん取りたいミネラルは6つあります。1つがカルシウム、2つ目にリン、硫黄、カリウム、ナトリウム、マグネシウム。これは普段普通にね、食事をバランスよくとっていれば取れるものですけれども、偏った食事をしていると抜けてしまったり、あとは最初に言ったようにマグネシウムとか特にストレスなんかで排出されやすいので、意識的に取る必要があります。ミネラルをね、多く含む食品というのは水菜とか小松菜とかタケノコなどの野菜類だったり、牛や豚などのレバー、貝類ですね、土壌とか、土壌はあんまり食べないかもしれないけど、キンメダイとか入ってます。あとは牛乳とかチーズとか大豆、豆腐、干しエビ、ひじき、バナナとかですね。はい。で、他にも必要なミネラルは、9つあって、鉄やイオスや亜鉛や銅やセレンやマンガンやコバルト、モリブデン、クロムと言われています。ミネラルはですね、骨とか歯を丈夫にね、してくれたり、カルシウムですね、これはね、あとは水分とか血の量をコントロールしている。例えばナトリウムって簡単に言うとお塩なんですけど、体の中の水分をですね、ナトリウムを使って排出させたり、とてもバランスとってくれます。で、このナトリウムもお塩だから何でも塩ならいいだろうと思って、添加物いっぱいの塩辛いご飯とか食べてると実は良くなくて、天然由来の天然塩から取る必要があると言われています。なので、正しい塩の取り方をしていないと体がむくんでしまったりとかするので、なんか体の調子が変だなとか重たいなって思った時は食事を見直すのが一番早いかもしれないですね。うん。で、ここにもね、書いてあるんですけど、今の日本人ね、現代人は鉄とかカリウムが足りないって言われてて、逆にナトリウムとかリンは取りすぎだと言われてます。リンとかはほとんどの食品に含まれてると言われてますが、食品添加物がいっぱいある冷凍食品とかそういったものにはたくさんね、使われてます。なので、食品添加物ばっかり取ってるとリンを取りすぎてしまったりっていうことも言われているんですね。で、リンは必要な栄養素なんですけど、取りすぎると骨がもろくなったりするので注意してください。うん。で、ナトリウムの取りすぎはって書いてあるんですけど、やっぱり天然のものから取る分にはさほどまあ、ガーってね、飲んだりしたら多すぎるけど、天然の塩を、食材代わりに、食材にこう味付け程度につける分には全く問題がないですので、まあ、個人的にはですね、食品添加物を避けるっていうのが一番いいかなと思います。で、ここにね、鉄とかカルシウムが足りないって言われてるんですけど、鉄不足ね、特に
意識してほしいなと思います。鉄が不足するととってもイライラしちゃったりとか、なんか集中できなかったりとか、体が冷えちゃったりとか、いろんな問題を引き起こすし、すごく生活がしにくくなるので、はい、何か調子悪いなと思ったら、ミネラルが正しく取れてるかな、鉄が足りてるかな、マグネシウムが足りてるかなっていうのを、今一度ね、意識してみてほしい。で、サプリメントで取るのもいいんですが、サプリメントはあくまでも補助なので、食品からしっかりと取りましょう。では最後ね、ビタミンのページね、ここです。ここ20ページ読みますね。私の体はと書いてあるところ、ビタミンはですね、体の中にほんのちょっぴりしかいません。なんだけれども、もしビタミンが体の中からいなくなったら大変なことになります。そう、なんでかっていうと、先ほどもね、書きましたよね、最初の炭水化物とか脂質のところとかで出てきたビタミン、覚えてますか？覚えてますか？寝てる？大丈夫だね、大丈夫ね。なぜかというと、タンパク質とか炭水化物や脂質が体を作ったり、エネルギーになるのを助けるのがビタミンの仕事だからです。そう、だから実はビタミンがいないと、どれだけ三大栄養素を摂っていてもあまり意味がないんですね、で、ビタミンには2種類あって、水に溶ける水溶性のビタミンと、油で溶ける脂溶性のビタミンがあります。なので、体の作れないものも多いので、食べ物から摂る必要があります。ベータカロテンもビタミンの仲間です。ビタミンも多く含む食品は、ほうれん草とかモロヘイヤとか人参のお野菜とか、レバーやうなぎとか、アサリとかアーモンドに入っています。で、ビタミン C とかね、21ページに書いてありますけども、ビタミン C っていうのはコラーゲンを作って肌をきれいにする、そういったお肌に嬉しいね、働きがある、そんなイメージを持っている方も多いと思いますが、これは食べることでしかね、摂取されないので、そう、最初に書いてあった食べ物から摂る必要があるって書いてある通り、ビタミンは実際に食べて咀嚼して体の中に入れて初めて、体内に取り込めますので、しっかりとね、ビタミン C も取って、で、風邪にも強い体になりますので、今だとまあリンゴとかね、お野菜もほうれん草も出回ってますよね、白菜とか、いろんなものに入ってるので、しっかりとお野菜を食べましょう。で、成長もですね、実はビタミンのおかげなんです。ビタミン A が書いてありますね。これは目とか皮膚は骨を作るカルシウムの吸収を助けると書いてあります。すなわち骨が成長しないと体も成長しないので、ビタミン A は、成長に欠かせないということがわかりますね。ビタミン E は体が錆びつく酸化を防ぐし、ビタミン K は出血を防いでくれるですね。そう、で、体に与える影響って書いてあるんですけど、水溶性ビタミンの場合は水に溶けますから、溶けた分はおしっこになって体の外に出ます。で、問題なのは足りない時で、足りないとイライラとか風邪とか貧血とか頭痛とかいろんな問題が起こります。なんとなく調子悪いなとか、なんか風邪ひきやすいなとか、そういう方はビタミン不足を疑ってみてください、で、脂溶性ビタミンはですね、摂りすぎた分は体に溜められますので、あんまり摂りすぎると頭痛とか脱毛が起こるということが分かっています。
まあ、でも普通の食事をしていれば取りすぎるってことはほとんどないので、偏った食事だったりとか食べないとかそういったことをしないでねということですね。であの脂溶性ビタミンの最後に書いてあるとこちょっと怖いんだけど、ここ足りないとですね、夜だけにこう目が見えなくなる夜盲症という病気があるんですけど、それになることもあるのなんですね。そうだから、その油っぽいものをね一切取らないとか、あのビタミン取らないとか、まあ全ての栄養素が大事だということが今の時間でも分かったんじゃないかなと思うので、しっかりと命のある食品から、いただきますって言葉がありますけど、ちゃんと取っていただいて、もぐもぐと咀嚼をして、大丈夫、出てない。そして自分の体に、入れていきましょう。結局それがね一番ね早いダイエット法になるのでね。そうそうそう、先生だって一番マックスの時から今は4キロくらい痩せたんですけど、それはねあのちゃんと食事をとるようにしたからかもしれない、あるいはあの数年前まで本当に小食だったんですね。そう、どれくらい小食かっていうと、書くね、ここに朝はこれで恥ずかしいんですけど、朝はねジュースとか、昼はサラダだけとか、まあここに小さいパンとかね、あとは夜はお酒をよく飲んでたので、お酒とおつまみ、まあおつまみは日によって違うから、あのカツオのたたきだったり本当にナッツ類だったりっていう感じだったんだけど、この時の体重と今はね、ちょっと比較するためにここに書くと、お米と味噌汁と卵とリンゴ、まあ季節の食べ物ね。で今は昼はまあどうだろう、パスタとかね。でここにおやつも入るし、オートミールクッキーとかおにぎりとか食べます。で夜もご飯と味噌汁と、まあ、肉のおかずと納豆とか食べたりするんですね。まあ、量をねちょっと比較し表面見づらいけど、すごいあの量違うでしょ。だけどプラマイゼロなの。まあプラス1ぐらいにはなるかもしれないけど、でも顔のむくみとかも本当になくて、昔はあんまり食べてないのにすごい顔はむくんでて、今思うとナトリウムとかねカリウム不足だったんだなっていうのがわかるんですが、当時はねとりあえず量が命だと思ってたんだけど、こういったことはね間違ったダイエット法なので、皆さんは絶対しないでください。本当に今の方が体も軽いし、頭も働くし体も動くし、肌もすごくね張りがあります。でまあちょっと何人か寝てる子もいるけど、今日はここまでにしたいと思います。はい、今日の大事なところはこの後問題で出しますので、ちゃんと答えて帰ってください。ちゃんと答えられた人に単位をあげます。はい、では気をつけ、おやすみなさい。